ナビゲーターの田口千恵子です。このコーナーは名張市民みんなが差別や偏見をなくし輪になってつながっていくために名張市人権男女共同参画推進室の方々にお話を伺っていくコーナーです。本日はこの方にお話を伺っていきます。名張市人権男女共同参画推進室の福増です。福増さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまずは2014年12月に広報名張ひまわりに掲載されました家事は女性の仕事を朗読させていただきます。へえ、お宅のご主人洗濯物干してくれるの偉いわね。女性同士の会話での一コマです。男性が家事の一つでもやればこのように褒められることが少なくありませんが、女性の場合はそれが当然という意識があるのか、取り立てて褒められることはないような気がします。夫婦共働きだった母はお父さんに台所に入ってもらうようなことはしていないと自慢げに言っていました。そんな家庭で育った私ですから、結婚後も共働きだというのに家事は頼まれればはいはいのお手伝い気分。ところが結婚して約10年、この感覚が根本から問われる出来事が起こりました。小学校低学年の子供に宿題が出ました。いろいろな家事について家族の誰がやっているか一覧表に丸を記入するというものでした。子供なりに家族の様子を観察して完成させた一覧表。提出した一覧表が担任の先生から返却され、我が家での披露となりました。そこには先生からの、お父さんも頑張ってるね、すごいね、との書き込みが。見れば、掃除、洗濯、洗い物、風呂掃除、トイレ掃除などなど、多くの項目で父の欄に丸がつけられていました。まるで自分が先生から褒められたように鼻高々の私に、妻から、言われてやるのは家事とは言いません。自分から進んでやり始めたものあるの?という言葉が。以来、家事とは何か、家事は誰のために誰がやるのか、など自問自答の日々がしばらく続きました。気がつけば結婚して約30年。我が家の現在の状況は、夕食後、台所で食器を洗う私と、居間でテレビを見てくつろぐ妻、時にはその逆も、特に決めはありません。その時できるものがする、それだけです。おかげで妻が友人と旅行や食事会などで出かける時、ゆっくり楽しんできてやと自然に言える自分がいます。家の中にゆとりが生まれ、夫婦の会話も増えました。妻が趣味を楽しんだり外で活躍したりすることは、私にとっても嬉しく励みになります。互いに気兼ねなく、やりたいことができる生活は、ささやかなことですが、我が家の幸せのベースになっています。はい。この筆者は、男性なんですね。で、男性目線で家事について語ってくれてるんですね。まあ、ご自身でいろいろと自問自答して素晴らしい気づきに至られたなっていうふうに思いました。ただちょっとこう意地悪な言い方なんですけれども、この方の奥さんにもちょっとお話聞いてみたいなって思ってしまったんですね。もし奥さんが全く同じ気持ちだったら本当に素晴らしいんですけど、まあ、往々にしてご主人はすごいうまくいってるとか俺はやってると思うけど、奥さんはまあねというこういう時って、まあよくねギャップがあることも多い気がしますよね。はい、そうですよね。はい、はい、お二人の気持ちがね本当に同じだったら本当にすごいなと思いますよね。ただ気持ちって日によっても結構変わるもので、はい、また状況が変わってきたりとかね、こう生活のリズムが変わったりとかね、変化もしていくわけで、家事の役割分担っていうのは奥の深いテーマだなってもう自分のことを振り返っても思うんです、はい、それにこの方法が一番いいといったマニュアルのようなものはないように思います、ね、それぞれのご家庭で生活スタイルは異なるわけですし、
で、この筆者は、まあ、夫の立場から家事について考えられたことや気づきについて、まあ、本当に正直に書いていただいてるんだなっていうふうに思いました。言われてやるのは家事とは言いませんっていうこのセリフ、もう本当に大きくうなずきながら読んでしまいました。こう何をやったかっていうのね、頼んだらピカピカにしてくれるけど頼まれるまでやらないとかね、そういうのよくあるんですけど、何をやったかっていうのも大事なんですけど、こう普段どこまでそのことに意識があるかとか、まあ、その心の在り方って本当大事ですよね。はい、そうですよね。なるほどって思います、うん、筆者のご家庭のように思いを言い合えるって本当にいいなって思いました、はい、私の周りにはこの筆者のように家事を手伝おうと意識している人も結構いて、うんうんうん、でいろいろな声を、ね、聞くことがあるんです、うん、例えば妻が忙しそうだったから皿洗いをしたんだけれど後から洗い直された、うん、自分のやり方では不満なんだろうか、うんうん、なんてなんだか切なくなることを聞いたことがあります、うん、それから皿洗いは妻のこだわりがあるので自分の役割は洗濯物を干すこととトイレ掃除と決めていますとか、なるほど、一方で妻が看護師なので夜勤の時には家族で協力しているっていう話も聞いたこともありますし、うん、本当にね、お家によって働き方もいろいろですし家族構成であったり一人親のお家もありますし、いろいろですよね。ですから、まあ、筆者のように家事に対する考え方役割分担について、まあ、なかなか難しいですけど家族で話し合ってみることって大事なことではないかっていうふうに思いました、うん、そうですね。家で一人で掃除してるとなかなか終わらないのに、こう会社とかなんかの寄り合いとかでみんなで一斉にバーッとお掃除すると一気に終わっていって、もうその時にみんなでやると早いなって思わずね、あの声を上げてしまうことがあるんですけれども、まあ、何事もこう担当制にして決めていくとスムーズな面もありますけれども、まあ、本文にもあるように特に決め事を作るんではなくって、できるものができる時にできるだけすると、みんなで協力してその場で臨機応変にフォローし合って、これが本当にお互いスッとこうできるって本当素敵なことですよね。そうですね。私の場合も普段ねなかなかできていない家の掃除なんですけど、うん、休みの日に一気にしようって思っていても、はい、結局できなくってね、うん、片付かない部屋を見てはーってため息ってこともよくあります、うん、自分がいっぱいいっぱいの時に自分一人でしないといけないと思うとしんどくなってしまったり、うん、ある時掃除をしながらムッとしてこれって私がしないとあかんのってつぶやいたことがあります、うんうん、そしたら夫がするでしんどかったら行ってなってさささささって手伝い始めて、後ででも雰囲気が悪くなったなって思うんですね。最初から一緒にやってとか手伝ってって頼めばよかったかなって、そんなことも思いました。この筆者が言うようにその場でね臨機応変にフォローし合ってそれができたらいいなって思います。今回のテーマは日頃見て見ぬふりしているようなこと、自分自身のことをね振り返らずにはいられませんでした。どうもありがとうございました。本当に、まあ、みんなで暮らしている家を、ね、家事をどうするかっていうのはみんなのテーマですから誰しも思い当たるところあると思いますけど、先ほど福間さんがおっしゃったようにやはり家族で話し合って本音で最初からぶつけ合うってすごい大事ですよね、はい。今回は家事は女性の仕事というテーマで名張市人権男女共同参画推進室の福間さんにお話を伺いました。福間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。